リドルジョーカー。お姉さんも同感。まさか本当に水着を着る羽目になるとは。若い子と並んでこんなに肌を晒すなんて苦しい。今すぐ死んじゃいそうなくらい苦しい。四季部先輩の水着姿は卑下する必要なんてないですよ。私もそう思いますよ。先輩の水着姿はとってもセクシーで大人の魅力でいっぱいです。むしろ羨ましい。私の方なんて先輩と比較すると貧相で、というかこの中で貧相なのって私だけ。なんという脅威の格差社会。取れるものは貧しいものに施しよう。まあまあ落ち着いて。小ぶりは小ぶりで需要があるもんさ。それはフォローなのか。あ、そっか。私だけじゃなく周防先輩も小さいですね。僕大